平野紫耀、CM 継続の可能性も高い？戸辺旋風で、ジャニーズ忖度、崩壊か。5月にジャニーズ事務所を退所した元キング&プリンスの平野紫耀と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏の新事務所、戸辺へ合流したことが大きな話題になっている。地上波でも盛んに報道されたことから、平野らは、テレビ出演 OK と判断された可能性が高いと見られ、さらには、CM 継続を期待する声も上がっているようだ。平野と神宮寺は、7日に実施された YouTube 制配信で戸辺への合流と活動再開を発表。その後にそれぞれ個人のインスタグラムを開設したが、平野は12日時点でフォロワー数316万人、神宮寺は193万人を突破。キング&プリンスの公式アカウントはフォロワー数235万人だが、平野は開設数日でそれを大きく超えてしまった。ジャニーズにおけるインスタグラムのフォロワー数は、グループでは嵐の439万人、個人では木村拓哉の398万人がトップだが、平野は遠くないうちにそれらに並びそうな勢いだ。平野と神宮寺の爆発的人気を背景に、戸辺旋風が巻き起こっており、これまで、やめジャニに対して、退所時は情報番組で取り上げても、退所後の動向はスルーするという傾向が強かったテレビ各局が合流発表を盛んに報道。東山紀之が MC を務めるテレビ朝日系、サンデーライブ。や、カトゥーンの中丸雄一がレギュラー出演している日本テレビ系、週一では平野らの話題を取り上げないなど一定の忖度はあるようだが、ジャニーズが絡んでいない番組では全く忖度を感じさせない扱いだった。9日放送の TBS 系、アッコにお任せ。では、ニュースランキングの1位として平野と神宮寺の戸辺合流を大きく時間を割いて伝えた上、和田アキ子ら出演者たちが、神宮寺くんや平野くんに番組に来てほしいと公開オファー。リップサービスの面もあるだろうが、全く可能性がなければ言及しないと思われるため、番組出演はあり得ると認識されているのかもしれない。ジャニーズ事務所を退所したタレントは、局の、忖度などの影響でテレビ出演が難しくなるのは周知の事実で、元スマップの香取慎吾は2020年に ABEMA の番組で、退所から3年くらい経つんですけど、本当にこんなにテレビに出られないか、と、改めて、あれ、本当にテレビに出られないんだなって感じてるなどと本音をこぼしていた。最近はそうした傾向が少しずつ緩まり、同じ元スマップの草郷が NHK や民放でドラマ出演したり、稲垣吾郎が4月にフジテレビ系、人志松本の酒のつまみになる話に出演したりするなど変化の兆しを見せているが、それでも大半の、やめジャニは退所と同時にテレビから消えてしまうのが実情だった。だからこそ、平野&神宮寺の戸辺合流が各局で大きく報じられている現状はテレビ業界の本格的な変革を予感させる。テレビ局に対しては、ジャニーズへの忖度があったから、ジャニー喜多川氏による未成年タレントへの性加害の噂があっても取材報道しなかったという批判があるが、各局は戸辺の話題を扱うことで、忖度なしをアピールできるという側面もある。また、平野&神宮寺の合流発表のライブ配信はリアルタイム視聴者数が最大100万人超を記録したが、この数字は単純にテレビマンにとって魅力的だ。となれば、近いうちに平野や神宮寺が、ジャニーズが絡んでいない番組という制約はあるものの、地上波に登場する可能性は十分ありそう。その場合は、公共放送として世間に、特定の事務所への忖度はないと積極的にアピールする必要がある NHK や、性加害問題の報道に力を入れている TBS あたりが有力視されそうだ。さらに、CM の継続にも期待が集まっている。一般的に、事務所を退所すれば広告の契約期間が残っていたとしても出演 CM は終了となるのが通例。だが、平野が出演する P&G の除菌消臭スプレー、ファブリーズの CM は退所から1ヶ月半以上経った現在もそのまま放送されており、業界内では P&G は外資系企業なので、芸能事務所や広告代理店に過度の忖度をしないからではと推察されている。この CM については、ジャニーズとの契約が終了してもそれで終わりとは限らず、戸辺に合流した平野と再契約するという可能性もあると指摘されている。過去には、
草がジャニーズ退所後も朝日グループ食品、一本満足バーの CM に継続起用されたケースがあり、商品と本人のキャラクターの結びつきが強ければ、企業側は事務所への忖度よりもタレント個人との関係を重視する場合があるようだ。平野はジャニーズ時代に単独で複数のテレビ CM に出演していたが、もし P&G が契約を継続するようなことがあれば、他の企業も追随するかもしれない。当然、平野ほどの人気者となれば新たな CM のオファーも期待できるだろう。以前ならテレビ局や代理店のジャニーズ事務所への忖度、そして根強く噂された圧力によって、平野たちは地上波やテレビ CM から締め出されていたかもしれない。だが、ジャニーズ事務所は2019年に稲垣、草、香取の3人を出演させないよう民放各局に圧力をかけた疑いがあるとして公正取引委員会に注意されている上、ジャニーズ側は否定、現在は性加害問題で世間の厳しい目にさらされており、このような状況下で平野たちを締め出すために圧力をかけたと疑われるわけにはいかないだろう。ジャニーズ側の思惑はどうあれ、戸部が地上波やテレビ CM に進出しても黙認するしかない状態だ。ジャニーズから横やりが入らないとなれば、戸部にとって大きなチャンス。NHK のドキュメンタリー番組が戸部に密着しているとの情報もあり、近いうちに平野たちをテレビで見られるようになるのではという期待は高まっていきそうだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。